原始人を想像してください。太った原始人を思い浮かべた方はいましたか？はい、それではパレオダイエットとは何なのか説明していきます。そもそもパレオってのは旧石器時代という意味です。そしてパレオダイエットというのは旧石器時代、まあ狩猟採集の時代に人類食べてきたものを食べましょうってシンプルなダイエット方法です。実は今みたいにお米やパン、揚げ物などを食べ始めたのって人類史で見るとほとんど最近の話で、それまで人間ってずっと狩猟採集してご飯を食べてきたんです。なので僕たちが今食べているものの多くは実は体に合わないと言われています。そういったものを摂取しないことで肥満になったり体調不良になったりするのを避けましょうねってのがパレオダイエットの根底にある理論です。大まかに言うと基本的には次の食材だけで食事の 80% を作ります。肉、魚、甲殻類、野菜と芋、キノコ、果物、卵、乳製品、バターやチーズも含まれます。発酵食品、醤油や味噌、また納豆も食べられます。精製されていない糖、塩、これは黒砂糖や岩塩のことです。簡単な覚え方としては真っ白な糖質、砂糖や米、うどんなどは避けましょうっていう感じです。なので 80% 守ればいいので1週間に3食かける7日で21食食べるとすると、そのうち17食分は先ほどの食材のみを食べます。僕は毎食原始飯食べているのですがスルーしてください。ちなみにストレス溜まるとダイエット続かないし体にいいことないので、週4食は好きなものを食べて構いません。お米やラーメン、揚げ物にチョコなどは週4食のご褒美にしましょう。今回作ったのはパレオ式ハンバーガーで、先ほど言った食材のみで作ってあります。じゃがいも、玉ねぎ、アボカド、ニンニク、鶏胸肉、キャベツ、味付けは塩コショウで、油はオリーブオイルです。サラダ油やごま油は厳禁なのでオリーブオイルを使いましょう。それではいただきます。ご視聴ありがとうございました。本作品は皆様のスーパーチャットで成り立っています。今後もスポンサーしてくださった方はエンドロールに載せていただきますのでよろしくお願いします。